十一課一。金ねない。零。山田さん、ずいぶんお酒飲んでますね。ええ。あんなに飲んだら、さっきの約束、忘れかねませんね。一。佐藤さん、毎日タバコを五十本ぐらい吸うんですって。え、そんなにたくさん吸ってたら、肺がんになりかねませんね。 二、2> 2試験まであと一ヶ月なのに、ロペスさん遊んでばかりいますね。ええー、あれじゃあ試験に失敗しかねませんね。三、最近忙しくて彼女とあまり会ってないんですよ。もっと大切にしないと振られかねませんよ。四、佐藤さん熱があるのに、 今日も仕事に行くみたいですよ。あんなに無理したら倒れかねませんね。5私、バイクには一つしか鍵をかけてないんですけど、大丈夫でしょうか一つじゃ盗まれかねませんよ。6来週からもう一つアルバイトを始めるんだ。え無理をすると体を壊しかねないよ。 七、このアパート、ずいぶん古いね。うん、雨漏りしかねないね。八、目覚まし時計が壊れちゃった。明日試験なのに。新しいのを買わないと遅刻しかねないよ。十一課一、金ない。 例。山田さん、ずいぶんお酒飲んでますね。ええ、あんなに飲んだらさっきの約束忘れかねませんね。一佐藤さん、毎日タバコを50本ぐらい吸うんですって。え、そんなにたくさん吸ってたら肺がんになりかねませんね。二試験まであと1ヶ月なのに、 ロペスさん、遊んでばかりいますね。ええー、あれじゃ、試験に失敗しかねませんね。3。最近忙しくて、彼女とあまり会ってないんですよ。もっと大切にしないと、振られかねませんよ。4。佐藤さん、熱があるのに、今日も仕事に行くみたいですよ。あんなに無理したら、 倒れかねませんね。五。私、バイクには一つしか鍵をかけてないんですけど、大丈夫でしょうか一つじゃ盗まれかねませんよ。六。来週からもう一つアルバイトを始めるんだ。え無理をすると体を壊しかねないよ。七。このアパート、ずいぶん。 古いね。うん。雨漏りしかねないね。八。目覚まし時計が壊れちゃった。明日試験なのに。新しいのを買わないと遅刻しかねないよ。二。うちに。礼。台風が近づいてきましたね。 ええ。電車が止まらないうちに帰りましょう。1。行ってきます。暗くならないうちに帰ってきなさいね。2。2> 私、海外旅行したことがないんです。そうですか。若いうちに行った方がいいですよ。3。雨が降ってきそうですね。ええ。降らないうちに 帰りましょう。4。もうすぐ松本先生、学校を辞められるんですって。え、じゃあ、先生がいらっしゃるうちに、送別会をしませんか ?5。わあ、美味しそうなスープですね。いただいてもいいんですか冷めないうちに、どうぞ。6。確か、先週。 五千円貸したよね。そうだ、ごめん。忘れないうちに返すよ。七。風邪をひいたみたい。咳が出るし。ひどくならないうちにうちへ帰ったら八。長さん、国へ帰るんだって。日本にいるうちにお別れ会しなきゃね。 にうちに。で台風が近づいてきましたね。ええ、電車が止まらないうちに帰りましょう。一、行ってきます。暗くならないうちに帰ってきなさいね。二<に>、私、海外旅行したことがないんです。そうですか。若いうちに行った方がいいですよ。 三、雨が降ってきそうですね。ええ、降らないうちに帰りましょう。四、もうすぐ松本先生、学校を辞められるんですって。えじゃあ先生がいらっしゃるうちに送別会をしませんか五、5わあ、美味しそうなスープですね。いただいてもいいんですか冷めないうちにどうぞ。 六。確か、先週、五千円貸したよね。そうだ、ごめん。忘れないうちに、返すよ。七。風邪をひいたみたい。咳が出るし。ひどくならないうちに、家へ帰ったら八。蝶さん、国へ帰るんだって。日本にいるうちに、お別れ会しなきゃね。 十一か、兼ねない、うちに、会話例一、佐藤さん、お酒弱いのに、ずいぶん飲んでますね。ええ、あれ以上飲んだら、倒れかねませんね。大変なことにならないうちに、止めましょう。会話例二、佐藤さん、お酒弱いのに、 ずいぶん飲んでますね。大変なことにならないうちに止めましょう。ええ。あれ以上飲んだら倒れかねませんからね。十一課かねない。うちに。会話例一。佐藤さん、お酒弱いのに。 随分ん飲んでますね。ええ、あれ以上飲んだら倒れかねませんね。大変なことにならないうちに止めましょう。会話で2佐藤さん、お酒弱いのに随分ん飲んでますね。大変なことにならないうちに止めましょう。ええ、あれ以上飲んだら倒れかねませんからね。